男性にこれをされたら簡単に落ちちゃうという行為やセリフを教えてください。あ、でもやっぱ特別扱いですかね。特別扱いしてくれるのはめちゃくちゃ嬉しいです。例えば他の人にはツンケンしてる人、クールな人が自分にだけ優しくしてくれたり、家まで送ってくれたりとか、そういう特別扱い、自分から見てもそうだし、周りから見てもあれ、あの子だけなんかめっちゃ特別扱い、まあ、ひいきっていうのかな、分かった時はもうめちゃくちゃ嬉しい単純ですよねめちゃくちゃ単純だと思う。でも分かりやすい方が多分ね、いいと思うしね。男子の下着で好きなもの、嫌いなものをそれぞれ教えてください。ドン引きした経験談も聞かせてください。好きなものは、まあ普通にボクサーパンツとかかな。まあ嫌いなものは今見ないけど、ガラパンとかはあんま好きじゃないかも。なんか嫌かもね。昔ガラパン主流だったけどね、今全く見ないからね。ドン引きした経験か。下着で、まあなんか下着でっていうか、ガラパンでなんかド派手なピンクのハートとかを身につけてる人がいて、それ自分で買うのって聞いたら、お母さんに買ってもらったっていうことにドン引きしたことあるそうだね、まああるね。なんかそれを吐くんだっていうことはあったかも。みの先生、教えてください。女子の行くって何ですか。僕にも分かるように教えてください。男子の行くと、まあ一緒なんだけど、まあ行くと潮吹きって多分違うから、行くっていうのが体全体ビクってなって脱力感が得られる。なんか例えるならね、なんかプール後の国語の授業みたいな、こうすごい脱力感。でもそれも快感なんだよね。こう気持ちのいい疲れというのかな。そんな感じの感覚に襲われるかな。難しく言うとそんな感じかな。私も行くって今でも何なんだろうって思う。それをでも行くっていう感覚は自分でもわかるから、でもこの行くっていう感覚がつかめるようになると、エッチはさらに楽しくなるよね。